南伊豆にやってきました。おお、うわ、かわいい。おお、いい。皆さんこんにちは、 GQ スニーカーホリックス MC のアントニーです。さあ今回はなんと静岡県南伊豆にやってきました。ねえ、この今までね、もうシーズン3でチャンネル見てた人からしたらどういうことっていうオープニングだと思いますよ。今日はですね、この南伊豆にあのスニーカーをカスタムしているというアーティストの方がいるんで、その方に会いにやってまいりました。はいはい。そしてですね、今回ね、まあ、お供ということで青山テルマです。早い早い早い。はい、来てくれました。はい、嬉しい。青山テルマちゃんが来てくれましたよ。ありがとうございます。 GQ での仕事は今まである？初あ、初、うん、呼ばれないじゃん、明らか。私明らか呼ばれないじゃん。いや、そんなこと言ったら俺もなんで GQ 呼ばれてんのか。だって GQ の海外版の人が、うん、いや、アントニーってやつ何者なんだって、すげえ世界の GQ で話題になってるらしいから。嘘で、一応コメディアンつって、うん、まあまあ、じゃあまあいっかみたいな、ジャパン攻めてんなみたいな感じになってんのよ。あ、そうなの。いや、でもまあ僕とテルマちゃんって言ったら、やっぱ巷ではあのカップル説も出てますから。そう、アントニーが私と付き合いたいって言うから。いや、マジで一回も言ってないから。マジ言ったじゃん。いやいや、マジで付き合いたい、付き合いたいとは言ってないから。いや、いいのよ、うるさいな、動きが動きうるさいな。でも俺イメージだけど、うん、結構さ、スニーカー持ってるでしょ。私スニーカーめちゃくちゃ持ってる。めちゃくちゃ持ってるよね、うん、ライブも結構スニーカー履いてるでしょ。スニーカー、スニーカー、やっぱり動きやすいし、うんうん、選ぶのに時間かかった、今日一足。あ、なるほどね。けどなんかなんだかんだ、うん、バックトゥーベーシックにしちゃった。なるほどね。冗談はジャンプマンロボもいいですよ。そう、だから来週からこのチャンネル私のもの。いや、本当に本当にやめて。GQ の人きっと I can speak English だから、うん、GQ is probably like, oh yeah, she should do this channel, she can speak English. もう何言ってか分かんねえよ、やめろよ。まあでも今回はですね、もう我々がスニーカーカスタムをしますから、okay. そのスニーカーカスタムをしてる人のアトリエがもう近くにあるんで、 Let's go! OK、行こう、そこに。うわー、疲れるぞ今日。どうもこんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。こちらがですね、あのスニーカーカスタムをされてる赤池さんです。赤池寛介です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやね、本当に渋谷で集合して4時間15分かかりました。いや、もういつ来るかいつ来るかと思って。びっくりしました。着いた時の時間みたいな。びっくりしたね。いやで、ここが赤池さんのアトリエということで。はい、そうです。すごい、おしゃれ。じゃあ早速中の方に、はい、どうぞ。お邪魔します。どうぞどうぞ。ここが僕のアトリエになってます。わわ、もう早速もういろんな作品が、ね、そうですね。すごい、ちょっとこれビバリーヒルズコップじゃないですか。そうです、もうエディマーフィー、名作よ、名作映画。これとかも去年の年末のライジンの、ライジン20の時のオープニングの映像に使ってもらって。見た見た見た。え、じゃあコラボしたってことですか。そうですね。すごい。で、それをまあ僕はステンシルっていうので、まあ、こういう風な型紙を使って直接で、ここにこうスプレーとかを吹きつけて絵にしていくっていう、まあ、版画のような感じなんですけど、いわゆるステンシルアートっていう。いや、これでも細かいのだって、これみんな何色も型あるけど入れていくわけですもんね。そうです、そうです。あとはこういう風な、服とかですね、そういうのにも簡単にこうプリントとかできちゃうんで、 B リーグの川崎ブレイブサンダースっていうところのチームの、スペシャルユニフォームっていうのを作らせてもらって、こういう型を作ってここに当ててプレイしていった。かっけー。で、何回も何回もやって、これは全回も、はい、全回も全部です。へぇー、見て分かんなかった。そうですね、すごいな、こんな綺麗にできるんだ。そうなんですよ。どうやってやるんだろう。おー、かわいい。うわ、かわいい。さらにこうカラフルな、うわー、あ、かわいい。いいね、スタンスミスとホースワンで、うわ、これはこれはえぐいぞ。超かわいい。細かいな、作業がすごいね。かわいいわ。
これも全部まあ型紙をそこに当ててスプレーしていって何色も何色もこう重ねたりとかして。でもやっぱり色重ねれば重ねるほどやっぱり大変なんじゃないですか。そうですね、その分回数もまあ増えていくんで時間もかかりますよね、細かく。これはオーダーを受けてやってるんですか。結構僕の場合はお任せみたいな感じで、まあ、好きなようにしてください。それでもう僕のインスピレーションでもう降りてきた時にもバーってやるみたいな感じなんで。私結構これが好きかな、うん、いいねいいね。シンプルなんだけど、うん、すごいオリジナリティもあるし、うん、白黒っていう、うん、毎日履ける。なるほどね。しかもこれ、うん、ネスタン・スミスの顔のところまで、はい、スティンシルで、ね。なんでこのスニーカーをカスタムしようと思ったんですか。で簡単にステンシルってプリントができるものですから、はい、ブランドさん の, あのポップアップとか、まあ、ノベルティとかそういうのを例えばお店に来た人にプレゼントしますよとか、はいはい、まあ、そういうサービスとしてあの仕事をやることが多いんですね、うん、もうある時も好きなものを持ってきてくださいっていうことをやった時にあのエアフォースを持ってきた人がいて、はいはいはい、でそれで初めてやったんですよね。そのタイムにいきなりやったんですか。じゃあそうです、最初。そうです、もう一生懸命下ろして、はい、下ろして。いやでもこれってもうなかなか総柄で、はい、ね、色も多いし結構作るの大変だったね。そうですね、これはまあ、アメリカで活躍するアーティストがいて、友達 で彼が、まあ、展覧会をするときにこういうものをコラボでちょっと作りたいっていうふうに言っていただいて。なるほど。でアメリカで展示したものなんですよ。あ、じゃあ展示したやつなんですよこれ、はい、もうせっかくですから、はい、僕とねテルマちゃんで一足ずつ作りまして、うん、視聴者プレゼントします。おご覧の方に僕らから一足ずつもらってくれるかな。まあそのもらってくれるとは思うけど、やっぱ今の発表した時点でかっこいいの作れよって空気になるそれが俺も怖い。そうだね、本当に頑張んないとね。頑張んないと。僕はですねこの白のスタン・スミスでいきたいと思います。私は黒のエアフォースワン。かっこいい、かっこいいね。ちょっと赤池さん、ちょっとレクチャーよろしくお願いします。はい、わかりました。そのエアブラシを使っていくんで、はい、その使い方をちょっとだけ、まあ、ほんとこういう何でもいいんですけど型紙これですね、はい、赤池さんのそうです、はい、コップの中にこう入れます、はい、押さえてするとこう色が出てくる。なるほどね。それぐらいの距離なんですか。あんま近づけない。あ、もう全然近づけちゃっても構わないです。あと強く押すとその分色がぐーっとこう出てきて、あ、まあ、溜まってきちゃうんで。なるほどなるほど。そうか。で剥がすと、なるほどね、はいはいはい、もっと強く押しちゃっていいですね。指の力足りてないんじゃないの。結構親指でインクがない。あ、インクがないのやめてよあ、出てきた出てきた。あ、そういうことね。角度だ。あ、角度がある。ある。おー、なるほどね。なるほど、なるほど。確かにちょっと下手だね。ねあ、ちょっと下手だな、俺。ちょっと下手だな。あー、怖い。コツとしては、はい、今も角度が、はい、この隙間にどんどん入っていっちゃうみたいな、浮いて。あ、なるほど。そしたらそのもうちょっと上からこう、まあ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 、ここじゃねえからさ、うん、本番は靴の方がもっと難しいでしょスニーカーの方にですね、はい、とりあえず今回をやる部分を決めて、うん、それ以外のところはもうマスキングしてあるんで、はい、はみ出ないようにはしてあります、うん、ちょっとこれどっちからやるよ、マジで。どっちがいい。いや、俺はもう断然後がいい。私も後がいい。じゃんけんしよう。じゃあ、わかった。もう、様子見て。じゃんけん、ぽい。出たよ。もう、こうなるんだ
だよ結局。ぐちゃぐちゃ口挟むなよ。分かった。本当に。分かった。それなくないとか。分かった。何も言わない。いや何も言わないも寂しいけど。やっぱでもマスタースミスの特徴としてここの部分ってまあそのコラボもんでラフシモンズのコラボで R が入ったりとかやっぱここに何か足していきたいなっていうのはう、ね、やっぱもう結構ポップにがっつりいこうかなって。あいいじゃん。はい。あと左右非対称にしたいです、うんうん、やっぱなんか結構やっぱねスタンスミスってこう優等生なスニーカーというかあんまり枠からはみ出ないからこのね2つの2足が違うカラーになってるっていうデザインがあんまりないのよ。それをちょっと壊したいなとは僕思います。なんだよなんだなんだなんだ。いやいや早く決めなよ。だから別に一色でいいのかもしれない。なかなかやんないなと思っては言わないでよ。逆にステンシル使わないでフリーハンドっていうのもありなんですか。恐ろしい提案してるやん。違う、なんかそのステンシルの上に逆にフリーハンドで何かこう文字書くとかとか。もうこの赤池さんの感じあんまりなしな。まあそうだね。星ね。あー欲しい。あーでもなスタンスミスはやっぱドットとか可愛いね。ドット可愛いね。うん、ドット泣きするわ。4色こう使ってこう、いこうかなっていう、うん、本当に全部非対称にしていきます。早くうるさいな。いやっす。はい、あ、いいっすね。いいっすよ。あ、うまいじゃん。上手ですね。いいっすよ。いいですよ。で角とかちょっと出した方が、あ、なるほどね。あのフックにはなってきますね、デザインは。これでもう濡れてるかな。あ、大丈夫です。よし、もう一回じゃあ剥がします。おお、 あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。大胆ですよね。大胆に、はい、あとこの辺もやってもらっていいですか。OK です。あー、なるほどね。そうです。ちょっとこういうズレがまた意外性になってくると思う、うん、なるほどなるほど。綺麗、うん、はい、OK ですね。OK、 じゃあ剥がします。はい、おー、よし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 。かわいいかわいい。 OK、 動きもあるし、色の対比もあるから、うん、しっかりと、うん、もう明らかにこう全然もうこっちとこっちの印象が違いますよね、うん、よし。OK です。うん、かわいい、かわいいかも。いいぞいいぞ。意外とあんたのやつ意外といいかも。へえ、いいね。ちょっとあのアメリカの女子刑務所にいそうで。この椅子に座った瞬間女ギャングだと思ったもん。まあこういうちょっと女の子っぽい感じで行くのもかわいい。はい、アントニーがポップに行ったから、うん、逆にワンポイントでこういうのでも可愛いし、うん、スプレーされたみたいな。そうですね、ちょっと垂れた感じのね、ストリートので、やっぱ今日はだって女囚人だから。そう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 、フリーズのフェンスのフェンスをね飛び越えてきたから今日は飛び越えてきたから、めちゃくちゃかっこいいじゃん。エアーホースワンプリズン、プリズンね、アメリカの死刑囚の女ギャングが作った死刑なんですね。エアーホースワンプリズン、いきます。はい、じゃあここからいきますね。あ、いいですね。いいです、いっちゃってください。もう面白い。ここから難しくなるぞ。おー、楽しみです。どうなるんだろう。おー、行きます。はい。あ、かっこいい。かっこいい。かっこいい。大胆ですよ。結構かっこよくない？かっこいい。かっこいい。男っぽい。男っぽいな、味出てんな。ちょっと緑で。緑。青山テルマこだわりが。いいっすね。もうどんどんいっちゃった。むずい。いや。これドットより圧倒的に難しい。さあさあさあ、どうなってんの、どうなってんの、どうなってるんだろう。ああ、
白い。なるほどね。面白い。面白いな。いいですね。へえ、すげえ。あ、いいかも。いいよ、いいよ、いいよ。これなんかダンサーとかに人気出そう。わかる。わかる。めっちゃ分かる。ストリートダンスしてる子とかに。一通り終わったんですけども、はい、最後にですね、僕の方から実は二人の顔の型紙を用意しました。めちゃくちゃ俺らの顔じゃないですか。そうです。めっちゃ似てる。本当にめっちゃ似てるよ。完璧。吉本の方から。あの潜在写真の。そうです。ただね、これに関してはもっといい写真あるんじゃないかなと思うんだけどね。嬉しい。テレマさん、なんすかこの横顔ですね。なんか だいぶ美人に作ってないですか、ちょっと。いや、もう綺麗。綺麗ですか、横顔。私、横顔めっちゃ綺麗なの。こちらをですね、あの最後に入れて、はい、完成ってことになると思います。うわー、すげー。もう結構それだけでも十分かかってるんで。いきますよ。あー、にじんちゃった。いや、でもいいよ。もういいって、いいって雰囲気がね、うん、あ、これ完璧だと思うよ、私。じゃあ自分で回してみてください。いきます。おーい、完璧。いいじゃん、ね、いい笑顔ですよ。いい笑顔してんぜ。すごい、潜在写真。いい、いい、いきます。はい。おお、いい。いいかも。そこがやっぱしっかり残ってんのがいいね。いいかも。あ、いいね、これ気持ちいい。あー、いいね。いいですね、やっぱし。いいね、いい。あ、いいね、やっぱ剥がすとやっぱ気持ちいいね。うん、綺麗、綺麗、色が映える。いいじゃん、いいじゃん。ではでは、完成作品の発表でーす。じゃあまず、テルマちゃんお願いします。はい、私、青山テルマのスニーカーはこちらです。おお、いいじゃん、これいいよ。かっこいい。いい、かっこいいわ。え、このポイントは、履いた時にこう世界観がこう、いや、でもかっこいいわ。ストリートダンサーの意識したかも。ストリートダンサーに履いてほしいけど、意外と合わせやすいと思う、この色、うん、だからダンサーもそうだけど、ラッパーも履いてそう。あー、いいね、うん、なんか若手ラッパーとか履いてほしいね、うん、なんかショーケースっぽい。どうですか、赤池さん、こちら。どうですか。いや、これもう本当に黒いのにほとんど黒を見せないで色をつけていったところとかがすごく発想としては個性的で、で反対の方は何もしないという潔さですよね。ちょっとね、失敗しちゃったとことかは何点かあるんだけど、うん、けどまあまあそれも味かなっていう。まあ履いてもらってちょっと汚してもらったらちょうどいいかな。まあね、味も出てくる感じで。味も出てきて。じゃあじゃあじゃあ、私アントニーの行きましょうか、はい、私のはこちらでございます。かわいい。ザッツポップ、まあアントニーのサンスミスマークのところで緑1色使いましたけど、4色使いまして、はい。で、この粗めのね、こう水玉ドットをちょっと非対称な感じで入れていって、さっきね、作りながら思い出したんですけど、昔ね、スタンスミスでパレルがドットでちょっとやった時あったんですよ。だからなんかやっぱ俺とパレルってちょっと似てるとこあるなって。やかましい。マジでパレルのやつが頭にあってそれに引っ張られたんでしょう。言うなよ絶対。そしてやっぱなんて言ったってこのスタンスミスマークの上から、いや、それはね、ジェラス。アントニー入っちゃってますから。やっぱりちょっとしたことでレイアウトも変わるだけでやっぱり見え方も変わりますし、でその時にしかできなかったレイアウトになってるんで。でもどうでした、今回、まあ、初めてね、はい、スニーカーホリック来ていただいて、スニーカー作ってみて、すごい楽しかったね。うん、またやりたい。またやりたい。すげえ簡単に言うけど、うん、ここまで来るのに4時間かかってる。けどやっぱりなんか作ってみたら、なんかそう、なんか今しかない気分をこの靴に落とし込むっていう、そのクリエイティブはすごい面白いなって。なるほどね。思った。きっとまた違う日にここに来たら違うデザインを選んでただろうし、うん、その日の気分でこう今日はこれになったっていう。なるほどね。
なんか珍しくアーティスト青山テルマが出てきたの。ちゃんと仕事してるだけなの。別にただ全部ふざけてるだけじゃないの私。え、ほんと芸人みたいな活動しすぎてたまに俺の仕事奪うのマジやめてもらって。そう、ほんとに皆さん気づいてると思うんですけど、バラエティほぼほぼアントニーの仕事を私がいただいてます。いや、俺一回恐ろしいことがあってさ、多分スケジュールが合わなかったんだろうね。台本に俺のところなんだけど青山テルマって書いてあったの。あれはマジ勘弁してほしかったね。本当に。嘘でしょ。本当にあったから。嘘。本当にあったというわけで、スニーカーホリックをご覧の皆さん、僕とテルマちゃんのね、このカスタムしたスニーカーを、はい、視聴者の方々にプレゼントいたします。イエーイイエーイイエーイ。応募方法は GQ ジャパン YouTube チャンネルのコミュニティ欄、もしくは GQ ジャパンウェブサイトをチェックしてください。履いてください、はい、できればね、もうマイサイズの方、履ける方に、ね、確かにね、手に渡ってぜひこの履いたのをちょっとね、インスタとか、ね、SNS に載せてくれたら嬉しく思います。嬉しいです。皆さんのご応募待ってます。待ってます。そして本日は赤池さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。GQ YouTube チャンネルではスニーカーホリックスシーズン3を絶賛公開中です。他にも様々なジャンルのビデオがありますので、ぜひご覧になってみてください。それでは皆さん、次回もお楽しみに。バイバーイ。うるさいな、バイバイが。バイ、See you next time, GQ Japan. Yeah. やめろやめろ。出すな出すな。奪われる俺の。生まれた、奪おうとしてるから。